はい、スタートですね。スタートは、まあ、1番、2番取りに行ったんですけどね、えー、天貝選手が速かったですよね。2番の天貝選手が前です、えー。そうなってくると、吉田優輝選手が前ということになりますね。えー、関東の並びは、えー、茨城、栃木の栃木場ラインで8番、2番。吉田優輝選手に天貝和樹選手ですね。えー、ここは、えー、2社のライン。 そしてその後ろですよね、松浦選手がいますので、太田海矢選手が上昇してきて、5番、1番、9番です、太田海矢選手に松浦雄二選手、そして香川雄介選手ですね、ここが5番、1番、9番、3者のラインですね、そしてその後ろ、3番の菅田選手がいますので、3番、7番、東北勢ですね、菅田和光選手に和田圭選手、宮城の両者、そして後方には4番、6番ですね。 伊藤旭選手に中川選手熊本両者ですねこのような形でレースが始まりましたやはりこの中で注目していきたいのは5番、1番、9番ですね太田海也選手に松浦選手香川選手のこのラインですね太田海也選手オリンピックから帰ってきてね仲なしでこのオールスターに出場してるんですけども まあやっぱり、ね、メダル候補だったんですけどもねちょっと惜しくもメダルは、ね、取れなかったんですけども、まあ、疲れも、ね、ある中、えー、やっぱりここに参戦してきてますから、まあ、初日のレースを見るとね赤番から先行して軍事選手にまくられてちょっと疲れもあるのかなという感じですよねあまりトップスピードのすごいところは見られなかったので今日こそはそこが見られるのかなという期待をしてましたよね。そそしててれに立ち向かっていくのは えー、吉田裕輝選手、あとは後ろから今、抑えてきている伊藤旭選手ですよね、えー、やっぱりこの選手たちがね、えー、暗黙の了解で、えー、ここ、えー、太田貴也選手を後方に置けば、えーね、勝てるチャンスもあるんじゃないかということでね、ね、えー、ここは吉田選手が前で、えー、スピードを上げます、残り2周半ばんです。 大高選手はね、やっぱり松浦選手は引かせましたよね、さっと引かせて、自分のタイミングで仕掛けられたので、トップスピード、非常に良かったですよね、まあ、お尻を下ろしたまま、シッティングのまま、ダッシュしてますので、これ、もしお尻を上げながら、腰を上げながら行ってたら、うん、香川選手は離れてたかもしれないですよね、うんうん、でも香川選手のところに、山上選手が一発ね、ここ、援護をしたところで、吉田選手がね、ここは、 3番手を取ったところでレースがねちょっとガラッと変わりましたよね、えー、そして伊藤,伊藤浅井選手がまくっていたところですごい勢いだったのでまくりきっちゃうと思ったんですけども、松浦選手、うまいですよね、えー、しっかりと止めながら前に踏んでいきました、えー、粘っていたのは太田海也選手ですね、ハンドル投げで、えー、ここは太田海也選手が1着、2着には松浦選手、3着には間を突っ込んできたね3番の菅田選手がゴールしましたね。5番1番3番でゴール決着しましまた 第10レースでした。